皆さん、こんにちは。電気通信大学アドミッションセンターの三宅と申します。この動画では、特別編入学について説明をいたします。2022年度、情報理工学域特別編入学の学生募集要項につきましては、5月中旬配布を予定しております。大学ホームページにも掲載しておりますので、ご確認ください。なお 新型コロナウイルスの影響により試験の実施方法等に緊急の変更が発生する可能性があります変更等が生じる場合は本学ウェブサイトでお知らせいたしますのでご確認をお願いいたします2022年度入学者受け入れ方針アドミッションポリシーはこの通りとなっております 類別の求める学生像は学生募集要項ウェブサイトでご確認をしてください。本学の特別編入学スケジュールはこのようになっております。入試は推薦と学力に分かれておりまして、まず推薦から始まります。出願期間は5月25日から5月27日。試験期日は6月4日。 合格発表は6月11日となっております。推薦が終わりますと、学力に移ります。出願期間は6月15日から6月17日、学力試験は6月28日、面接試験が6月29日、合格発表が7月12日となっております。募集人員は一類、情報系が9名。 2類融合系が10名、3類理工欄にありますように推薦による入学者選抜は募集人員の半数程度となっております編入年次は3年次となりますまた先端工学基礎課程夜間市の募集人員は3名となっております 推薦入入試による入学者選抜です出願資格は2022年3月高等専門学校を卒業見込みのもので本学の類に対応するいずれかの学科に在籍するものに限るとなっております。類ごとに対応学科は異なっておりますのでご確認ください。推薦基準は1。 3、4年時の各学年の学科原因に対する学業成績の席次の平均が上位20%以内であること二、席次を定めない高等専門学校では、出身学校長が1と同等と認めて推薦するものとなります。なお、各高等専門学校で推薦できる人数は4名以内となっております。推薦による入学者選抜では、 推薦書、調査書、面接試験の結果を総合して行います志望する類とその類の教育プログラムを1つ選択して出願してください面接試験は全て個人面接となっております面接の内容は志望動機、勉学意欲、自己表現能力卒業研究の内容等になっておりますので、えー、ご確認をなさってください 一方、学力試験による入学者選抜では、学力試験、面接試験の結果及び調査書を総合して行います。一類情報系、二類融合系、三類理工系から一つの志望の類と、その類の教育プログラムを選択して出願してください。なお、一類情報系においては第四志望まで、二類融合系と三類理工系においては第五志望まで選択することができます。 学力試験の科目及び出題分野内容はこのようになっております。物理学、科学は学力試験時にいずれかを選択していただきます。学力試験による入学者選抜の面接試験の内容となっております。こちらも推薦と同様に全て個人面接になります。面接の内容はこのようになっております。先端工学基礎課程夜間守につきましては、 あまだ学生募集要項は発表しておりませんので、参考として2021年度のものをご覧ください。過去の志願選抜状況、入試問題はウェブサイトで公開をしております。また、学生募集要項等入試資料請求はウェブサイトからご請求いただくことができます。 その他の情報としまして、電気通信大学の研究室情報につきましては、UEC ラボサーチ、または研究室ガイドブックでご確認いただくことができます。ラボサーチの特徴としましては、プログラム、分野、キーワードで検索が可能のほかに、研究室のウェブサイトにもリンクしておりますので、ご参考になさってください。 予定される学生向けには学生宿舎、ドーム友達とドーム絆をご用意しておりますまた大学から半径5キロ以内には一人暮らしの学生の9割が生活しておりますがアパート、マンション等も多数物件がございますのでご参考になさってください キャンパスの様子につきましては、360度 VR キャンパスツアーでウェブで公開をしております。以上簡単ではございますが、特別編入学の入試に関するご説明を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。